皆さんこんにちは。この動画は前回投稿したメントスコーラ CPU クーラーという動画で話さなかったところについて紹介する動画です。前回動画ではメントスコーラの勢いを利用した CPU クーラーということで、電動でコーラにメントスを投入できるシステムを構築しつつ、安全にメントスコーラ現象を起こして、その勢いで水冷 CPU クーラーの冷媒を加速させる、そんな製作物を紹介しました。ですがこの製作を開始する当初のゴールは電動化ではなく、CPU 温度と連動してメントスコーラ現象を制御しようと考えていて、前回紹介のメントスをコーラに投入する方式とは別に、2パターンを作っていました。でもうまく動かせずにボツになり、動く動かないとは別に、コーラ暴発という案の定なことも起き、あと制作ではないけどメントスコーラした後のコーラで料理していたり、こんなことをやっていました。今回はうまくいかなかったから、紹介しにくいからという理由で前回紹介しなかったことについて話します。まあいろいろやったんだし紹介しちゃおうという気持ちと、もしかするとメントスコーラの活用を考える稀有な人がいるかもしれないから、今回の制作が何かの参考になればと、やったこと起きたことをまとめようという気持ちで動画にしました。というわけで今回のラインナップは次の通り、当初の見通しについて、前回紹介したタイプとは別パターンの、ポンプタイプとエアリフトタイプの仕組み、それぞれの失敗について、失敗の影響で紹介しにくかった料理について、これらについて話していくのでよろしくお願いします。ではでは始めます。まずは当初の見通しについてです。当初は前回紹介したメントスをコーラに投入する方式をシンプルタイプとして前座的に紹介して、他にメントスコーラ現象の制御を目的とした2タイプをメインにするつもりでした。初めてメントスコーラ CPU クーラーについて考えた際に思いついたのが、王道ともいえるメントスをコーラに投入するシンプルタイプでした。ですがこの方式について考えると、メントスをコーラに投入しちゃったらメントスコーラ現象は起きるだろうけど、反応させたら一度っきりで終わっちゃうんだろうな。メントスコーラも CPU クーラーみたいに CPU の温度に応じて稼働停止を制御できないかな。そう思った結果、メントスをコーラに投入する方式ではなく、コーラをメントスに注ぐ方式を考えました。メントスコーラ現象を使いたいときはコーラを注いで、不要になったら注ぐのをやめれば反応が収まっていく。そんなコンセプトのシステムを構築して、CPU クーラーとの親和性を高めたかったんです。コーラを注ぐ方法として使ったのが、PC の水冷パーツやアクアリウムでよく利用される遠心ポンプと、アクアリウムのブクブクでおなじみエアポンプを使い、それぞれポンプタイプ、エアリフトタイプとして紹介するつもりでした。ちなみにエアリフトタイプが本命です。あと、もともと私がメントスコーラに抱いていた印象として、コーラもったいないなぁと感じていたので、どうせやるならメントスコーラさせた後のコーラはできる限り回収して、最後に料理に使おうと考えていました。そこで安心して料理に使えるように、使用する PC 水冷パーツは全て分解して、食器用洗剤で洗浄。水冷システムでラジエータを使わなかった理由も炭酸ガスの排出を容易にさせると同時に、ラジエータ内は洗浄できないから使いたくなかったということもあったり、水冷の冷媒に使ったのも飲料水にしていました。さらにメントスコーラさせる炭酸飲料もあえて普通のコーラを選びました。メントスコーラ現象をより激しく起こすにはゼロカロリーのコーラが良いらしいのですが、ネット検索で見つかるコーラ料理なるジャンルでは、普通のコーラが材料に使われます。コーラの甘さが料理だと砂糖の代わりになるんでしょう、多分。こんな感じで CPU クーラーとメントスコーラを組み合わせたというトピックスと同時に、メントスコーラを制御利用できる、無駄なく料理するといった紹介にするつもりでした。ですが実際はうまくいきませんでした。そんな制作時の失敗談や苦労したところについて話します。まずはシンプルタイプ。この時点で苦労していました。この方式は前回紹介したようにメントスをコーラに投入するだけのシステムなんですが、メントスを安全にコーラに投入できるように、フィッティング内に入れて密閉、そして自由落下させる必要がありました。この自由落下させるのが難所でした。メントスをフィッティングに入れるために棒状に成形させたわけですが、メントスを潰してこねたのでメントス内部のソフトキャンディーが露出し、すごくベタつきました。ベタつくとフィッティングの内壁にくっつくようで、電動ボールバルブを開いても落ちてきません。しかも本来面トスを覆っているコーティングが強度を保っているようで、棒状にしたら変形しやすくなっていました。ピッキング内に入れて時間が経つと重力で折り曲がり、すんなり落ちてこれなくなったんだと思います。そんなわけで成形後に塩を振りかけてみたり、形状を流状にしてみたりしたんですが、最終的には潰した面トスを竹串に巻きつけて強度を確保し、成形後は小麦粉を振りかけて滑りを良くしました。結果的に前回紹介したメントス棒となってコーラに投入できるようになり、シンプルタイプが完成しました。といった感じでシンプルタイプはできたものの、実はメントスを成形すること自体も若干微妙な方法でした。今回の制作にあたって事前にメントスコーラについて調べていて、メントスコーラにはメントスの多孔質とされる気泡が生じやすい表面と、コーティングに含まれるゼラチンなどの界面活性効果のある成分が炭酸ガスを一気に発生させるのに有効だと知りました。なのでメントスは成形させずそのまま使った方がメントスコーラ的には有利っぽいです。今回は PC 用の水冷加圧とコーラボトルを使ったため、ピッキングなど寸法的な制約がありましたが、メントスがそのまま入れられる配管や専用の容器などを準備していれば、より単純で簡単で強力なメントスコーラを起こせたと思います。まあ私の手持ちの部品ではすぐできそうになかったので今回はやりませんでしたが、メントスが最初から棒状だったらどうだったのかなと思うシンプルタイプでした。次に作ったのがポンプタイプです。メントスを事前に容器に入れておき、メントスコーラさせたいたびに遠心ポンプを動かしてコーラを注いで反応させる。そんなコンセプトで制作しました。遠心ポンプでコーラを送ると、送った分コーラボトル内が真空になっちゃうので空気供給用のチューブを設置して、空気を送りたい一方で、チューブから炭酸ガスやコーラが出ないように逆止弁をつけました。あとはシンプルタイプと同じように動作させるだけだったんですが、恐れていたことが起きちゃいました。バルブを開いた瞬間、コーラが噴出。コーラが当たり一体に、テーブルや床やキーボードやディスプレイ、そして PC にかかりました。案の定起きた事態ですけど PC にコーラがかかったのは焦りました。短絡故障しかねません。この後は電源をさっさと切ってコーラを拭き取り、サーキュレーターの風に一晩当てて放置しました。この PC は普段使いの PC じゃなくて別の動画用に準備したものなので、メントスコーラ CPU クーラーなんていう変なことをやれているわけですが、故障は勘弁してほしいです。まあ翌日、PC は普通に起動してくれました。大事にならないでよかったよかった。PC は無事で良かったんですけど、なぜまだメントスと反応させたわけでもないのに噴出してしまったのかは疑問でした。噴出する瞬間の映像を見返すと、原因の一つは配管の気密保持が甘かった点です。メントスコーラシステム内のチューブとフィッティングの接続部からコーラが噴出しています。この部分にはホースバンドなど特段の気密対策をとっていなかったので漏出しやすかったみたいです。ホースバンド自体は持っていてチューブの接続がもともと緩く感じたポンプ部分で使っていたんですが、噴出部のフィッティングはぴったし感があったのでつけずにいました。ただの怠慢ですね。もう一つは予想外にコーラから炭酸ガスが放出されていた点です。このシステムではコーラがポンプに重力で流れ落ちるように逆さに配置していたんですが、ボトルキャップにつけていたフィッティングがコーラに使っていると炭酸ガスが異様についていて、外観が明らかに違っていました。コーラに触れたことで何らかの反応が起きたようです。なんか10円玉に醤油をかけたら綺麗になる現象に見えます。このフィッティングの材質は亜鉛メッキされたスチールなんですが、炭酸ガスが含まれるコーラは酸性でしょうから、もしかしてちょっと溶かされた感じ、このせいかわかりませんが炭酸ガスを発生させる要因の一つになったのかな。ボトルキャップにつけるフィッティングを変えたら比較的に炭酸ガスが出てなかったので、以降はパーツ構成を変更しています。後予期せず炭酸ガスが発生しても暴発しないようにガス抜き用のバルブを追加しました。メントスコーラシステムを準備する際はガス抜きしておいて暴発を防ぎました。それと噴出した部分にホースバンドを追加して、最悪暴発しても被害を抑えるためにビニールで養生しておきます。だいぶなりふり構わない見た目です。電子機器の PC とメントスコーラの共存は難しいですね。そんなこんなでポンプタイプを動かせる状況まで来ました。実戦投入してみましょう。シンプルタイプ同様に CPU のストレステストをしながら CPU 温度の変化を見ていきます。テスト1分間は水冷単独で冷やし、そこから遠心ポンプの電源を入れました。これでコーラがメントスに注がれる予定です。稼働してみると、あまりコーラは遠心ポンプで遅れてないようでメントスコーラ現象はうまく起きていないようです。CPU 温度は変化なしです。メントスコーラシステムは動いても動かなくても影響ないみたいですね。コーラをうまく送れていない点を見返してみます。そもそも遠心ポンプは内部のインペラという水車が回ることで液体を回転させて遠心力で押し出させるという原理ですが、コーラを水車で回転させるというかかき混ぜたら炭酸が抜けそうです。ポンプ内で炭酸ガスが溜まったらポンプはコーラを吸い込めず送ることもできないでしょう。あとコーラボトルとポンプの配置も、ポンプをコーラボトルの真下にした方がコーラをポンプに送りやすく、ポンプ内で炭酸ガスが生じてもコーラボトル側に逃げてくれたかもしれません。とまあ見直すと何点か修正すべきところがありますが、遠心ポンプだと炭酸が抜けそうなのは当初から予想してました。それでエアリフトタイプを考えていたんですが、それよりも気になったのがフィッティングとコーラが反応した点でした。フィッティングの外観が変わったということはコーラに何か溶け出したってことですかね。金属成分が溶けていたら食用に使えないよ。そう思い当初はコーラは全て回収して料理するつもりでしたが、ポンプタイプに使ったコーラは廃棄しました。他2つのタイプはポンプタイプほどフィッティングがコーラに使っていなかったので回収していますけど、安全なのかな。メントスコーラで使ったコーラで料理するという方は使用する部品とコーラの相性、反応に留意した方が良さそうです。気をつけてくださいね。一応対策を考えるなら、フィッティングを樹脂製のものに変えておけば安心できるでしょう。まあ PC 水冷用のフィッティングに適合する樹脂製部品は選択肢が少ないので、部品構成に工夫が必要でしょう。ポンプタイプの製作でやったこと、起きたことは以上です。次はエアリフトタイプを見ていきます。エアリフトタイプはポンプタイプで気になった遠心ポンプによる炭酸抜けをなくそうと考えた方式です。コーラに刺激を与えると炭酸ガスが抜けてメントスコーラ現象が弱まってしまう。じゃあ静かにコーラを送れないかと思い、空気圧でコーラを押し出してみることにしました。空気圧なら面でコーラを押せるので、炭酸抜けを抑制できるでしょう。空気圧の発生源は手元にあったエアポンプ2台、アクアリウムで使われているものですね。で、空気圧でコーラを押しつつ、押し出されるコーラの逃げ道を作ったチューブ配管を作って実験してみました。問題なく水を送り出します。少流量ですが炭酸ガスが抜けにくいという点で、ポンプとすみ分けできているでしょう。さらにコーラボトルを逆さにしなくても水を送り出せています。逆さの方がコーラを送り出しやすいですが、手持ちの金属製フィッティングとコーラの接触を減らしたかったのでこの点もありがたいところでした。これなら安全にメントスコーラシステムを準備できるし、あとはメントスコーラしてくれれば OK なんですが、準備としてコーラボトルにチューブ配管を入れてみると、チューブに気泡がつき炭酸が抜け始めました。メントスほどではありませんが、チューブでもコーラの炭酸って抜けていくんですね。ポンプタイプの暴発もあってガス抜きのバルブから炭酸ガスは排出しており安全に準備できましたが、思い通りにメントスコーラさせる以前に、コーラの取り扱いでも難しさを感じました。そして実践投入です。送り出せていません。多分冷媒と炭酸ガスの逆流防止として付けた逆試練の影響が大きい気がしますが、炭酸ガスの排出順路がウォーターブロック、リザーバータンク、オーバーフロータンクといろいろあり、もしかするとこの経路中の冷媒や空気を押し出せるほどエアポンプに力はなかったように思えます。アクアリウム用のエアポンプですもんね。コンプレッサーなら無理やり押し出せたかもしれません。まあメントスコーラのためにコンプレッサーを使うっていうのもおかしな話ですが、もしくは冷媒や炭酸ガスが流れやすくなるように水冷パーツを見直す。いずれも手元にないことだったので、エアリフトタイプはここで諦めました。結局最初に行ったシンプルタイプが一番まともに動いてくれて、増量の 1.5 リットル版の対象にシンプルタイプを選んだわけです。そこからは前回動画の通りです。できずしまいの話ですがエアリフトタイプが動いてくれればメントスコーラ現象の制御化に舵を切るつもりで、制御化に伴ってメントスコーラ現象の持続化と CPU 温度と連動させる回路についても考えていました。メントスでメントスコーラをさせているとメントスがどんどん溶けていってしまうので、代用として多孔質の表面を持つ素焼きの陶器のかけらを使ってみようと考えていたり、CPU ファンの設定を DC モードにして、CPU ファンの電源回路を分布させ電圧検出リレーを挟み、リレーの動作でエアポンプを電源オンオフさせる、そんな回路を作るつもりでした。試すまで至りませんでしたが、そんな感じで試せなかったこともあり、心残りなところもあった制作でした。それでもシンプルタイプのビジュアルが思いのほか面白くて私は好きだったのでひとまず満足はしていたんですが、メントスコーラの制御化にはまだまだ道のりは長いみたいです。探求する気は、しばらくはいいや。最後はメントスコーラ塩割ったコーラで料理していました。ただポンプタイプの紹介で話したようにコーラに何が溶けているかわからないので料理しない方が無難でしょう。私はそんなことも知らずにシンプルタイプの制作中にできたコーラ、塩まぶし麺と水入りを飲んじゃったので、ポンプタイプにおけるフィッティングとの反応を知っても後の祭りでした。ちなみに味は炭酸抜けフルーツコーラって感じ。さすがにがっつりフィッティングの外観を変化させたコーラは怖くて廃棄しちゃいましたが、シンプルタイプとエアリフトタイプのコーラは回収して料理しちゃいました。作ったのは肉じゃがとチャーシュー、味玉です。ネットで見たコーラ料理のレシピを参考に作りました。コーラは煮込み料理と相性がいいみたいで、コーラの甘みが味付けの砂糖の代わりになって、コーラのカラメルも色付けに役立つみたいです。あと炭酸でお肉が柔らかくなるとか、多機能っすね。で、肉じゃがの味は、普通に美味しいです。メントス風味のコーラの存在は吹き飛んでいて、じゃがいもとか素材の味も楽しめました。調理中煮込んでいる時はコーラのせいかわかりませんが薬臭くて心配でしたが、煮込み終わる頃には消えてました。甘すぎることもなくちょうどいい味。レシピ作成者もよくコーラでこの塩梅を作れたもんだなぁと感心します。チャーシューと味玉はインスタントラーメンの具材とチャーシュー丼にしました。美味しゅうございました。若干ドクターペッパーのような薬っぽい風味がついていましたが、ほとんどコーラらしさはありません。まあ私はコーラもドクターペッパーも好きなのでいずれにせよ美味しかったです。私が作ったコーラ料理は以上ですが、醤油ラーメンスープでコーラを材料にしたものもあるみたいです。コーラの存在は消えるんでしょうけど、ほぼコーララーメンってできそうですね。コーラ料理もなかなか奥深さがありました。以上、メントスコーラ CPU クーラーの全貌でした。コーラの制御と管理が意外と難しいというのが率直な感想です。メントスコーラが制御できれば、CPU クーラーだけでなく他のデバイスの動力源として使えないかと妄想しましたが、現実はそんなに単純じゃないみたいです。私が行った制作は以上ですが、もしメントスコーラの活用を考えてしまう稀有な人がいましたら、今回の制作が踏み台にでもなってくれれば幸いです。てか見て楽しんでいただけたなら嬉しい限りです。ではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。